やっと。でもアンドロイドがね、うん、あ、見た見た。見て、面白いんだ、あれ、うん、ね。まあちょっと謎がまだわかんないのがいっぱいあるからね。相当面白いよね、うん、アンドロイド。うん。なんで、いろんな人出てんのね。いろんな人出てんの。ね。うん。なんかよく、紛争してるか誰だかよくわかんないような感じだった。本田翼と、本田翼ちゃん、桐谷美玲と、うん、ね、うん、山口さやか、それから福田彩乃。うん。うん、福田彩乃がいい役でさ。福田彩乃って誰だ？だからあの一番強い敵だよ。戦った女と。あれは福田彩乃だよ。あ、うん。あの、あれなの？え？福田彩乃って、あれ、だローラのモノマネやる。モノマネの、アミューズの。ああ、ああ、え？モノマネするよ、ね。福田明日福田明日香はね、モームスの初期の。あ、違う違う。誰だから、言うと、モノマネするじゃん。滝川クリステルとかみんなすげえうまい。俺が知ってる、俺とか共演したことある。めちゃめちゃある。ああ、あれか。サンジャポも来て、あれがローラやった。あいつなの？そうだよ。ってな、太田さんだけだよ、分かってないです。嘘。さすがに。さすがにみんな分かってない。あ、鳥のモノマネもうまい。あの、テンハロックの鳥さんやった。そう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 。ああ。アミューズの子だよ。あ、アミューズか。うん。そうかそうか。うん。あれがあれなの？あ、俺全然わかんないで。全然わかんないで。すげえいい役やってんじゃんと思って。大島優子がうまいね。うまいね。大島優子は芝居。でも俺は実は気づいてた。何だそれ。あの、ジョージアの CM の。ジョージアだっけ？缶コーヒーのほら CM でさ、ジョージアじゃねえ、カゴメ、なんだっけ？缶コーヒーの CM 出てて、ま、ちょっと前に。うん、ワンダー。で、エレベーターで上司にちょっとこう話す OL の役、うん、めちゃめちゃうまいんだよ、その芝居。あ、そうなの。で、あ、大島芝居うまいんだって俺その時気づいて。そで、それの、さすがだね、そう、それの感じなんですよ、実は。ちょっと近いんですよ。あの芝居、うまいんだよ、あの子。ねえ。うん。いい、お前楽しいね、あのドラマ。すげえ楽しいね、うん、ちょっと俺。うん。で、また柴崎こういいね。柴崎コウってあの主演だよ。キムタラそう、キムタク柴崎コウ、うん、でしょ。いいね、ガールド高い役だしね、いいガールド高いでしょ。わあ、どうだ。俺はガールド的には、その本田翼ちゃん、うん、うん、途中で出てくる、ね、ナースの格好して。引き出しにとっくらって、ドラえもんみたいな。そうそうそう、で、注射。あの子はガールド高い。ガールド高いでしょ？本田翼はガールド高いんですよ。うん、で、桐谷美玲も、あの街中で、なんかちょっと、冷やかしてくる、冷やかしてくる、いたでしょ？だもあの辺が今後どうなるのかね。面白い。うん。ね。なんかちょっと、12モンキースっぽい感じがして。だから、いろいろあるターミネーターっぽいところもあるでしょ、うん、ね、どういう風になるかね。話が盛り上がっちゃったんで、今日はネタはもうないので、ここまでにちごめんなさい、すいません、ハガキいっぱいね、メール送ってくれたのに。本当にごめんなさい、つい興奮しちゃった。4通、でも本当はもっといっぱい来たんですよ。普通の素人だよね。素人になってテレビの。テレビの、ただテレビドラマの話題で。見た、見た、私も見た、みたいな。ね。ね。